どうもカッツーです。突然ですが皆さんはドタキャンはお好きですか？僕は大っ嫌いです。ついこの間カッツーが練習して社会的なワールドカップを仙台で開催したのですが、というかなんでまだチャンネル登録者数1万人なのにオフ会を開催したのかというと、僕は最近仙台ライブみたいな仙台ネタを大びたらしい量投稿していますが、そのおかげなのか仙台の街歩いてるとめちゃくちゃ話しかけられることが増えてきたんですよね。そんなわけで仙台だけなら徐々に知名度が上がってきてると思ってるので、おほ俺はもうオフ会という名の飲み会を開催したらみんなでぶち上がって、加えて参加費をちょっとずつ巻き上げればガッポガポとチャンコロを稼げるのではないかと思ったわけであります。というわけでオフ会を企画したんですが、初めてなのに調子こいて2部制にしました。第1部は4時から6時で知り合いのいい感じの居酒屋を貸し切って飲み放題とし、第2部は7時から9時で同じく飲み放題ですが、人数が決まり次第どっかの店を予約することにしました。そしたらこれぐらいの応募があったのでもう大歓喜。そもそもオフ会やっても0人の方もいるのでめちゃくちゃ嬉しかったですね。そんなわけで本当に参加する人は返信してくださいっていうメールを送ったんですが、なんと返信が来ない人がおびたらしい量発生して、結局15人から5人、35人から24人となりました。いや普通になんで申し込んだんですかね。まあ第2部はまだお店を予約してなかったので全然良かったんですけど、さすがに第1部は貸し切れる人数じゃなかったので、5人と分かった瞬間にガーッてサニコでその店に行って、あすいません5人になりましたって言って赤っ端をかけながら5人の席に変更してもらいましたね。でまあそんなこんなで当日を迎えたわけですが、第1部の参加者さんみんな趣味品向いてぶったまけてましたね。だって一応貸し切りじゃなくなりましたって連絡はしてたんですけど、5人っすかね。しかも1人連絡なしでドタキャンしてきたんで結局4人っすかね。なのでまず参加者の皆さんに、すいません4人だすいません4人になっちゃいましたって謝って、そして本当に申し訳なかったので第1部は全額自腹を切らしていただきました。でまあお金はまだいい、お金は幸い致命傷済んだのでよかったんですけど、何よりドタキャンした女の子が同い年過ぎてたんで超ショックだったんですよね。もうショックすぎてお酒なんか全然喉に通ったんですけども、でまあそんなこんなで第1部が終了して急ぎ足で第2部の会場に行ったら、なんと24人中14人しか来なかったんですよね。当然24人分で請求されたので、参加者さんから巻き上げたチャンコロを含めても全然足りず、結局総額4万円ほど自腹を切りました。もうこれはさすがに痛い、もう痛すぎてお酒なんか全然喉に通ったんですけども、そんなわけで今回ドタキャンした皆様方におかれましては、全員漏れなく休養が入ったのか、直前になると行きたくなくなる症候群を発症したのか分かりませんが、こちらとしては泣いたー、でも済まされないくらい大ダメージを受けたのでちょっと反省していただきたいですね。特に第一部の同い年のあなたです。はい、というわけで始めたとの YouTuber の皆様に今回学んだことをシェアしておきます。オフ会やってないで動画撮ろう。というわけで今回は自腹を切りすぎてフェス口かけた話でした。ちなみにオフ会自体はめちゃくちゃ楽しかったです。とにかくひたすら飲んで、動画では絶対言えない話をしたり白目ひんむいて写真撮ったりといろいろ交流できましたね。そしてなんとガマグチ財布をプレゼントしてくれた方もいて本当に嬉しかったです。これからちゃんころ入れとして大切に使っていきたいと思います。そんなわけで今回参加していただいた皆さん、この度は本当にありがとうございました。ぜひ一緒に撮った写真は家宝にしてください。そしてもし次オフ会をやるなら未成年の方でも参加できるいい感じの企画を考えたいと思っています。永遠にタピオカ飲む食べる会でもいいし、永遠に仙台名物のずんだシェイクを飲むずんだシェール会でもいいと思ってますね。まあでも当面はつべこべやつ動画投稿してまいりますので、これからもご愛顧のほどよろしくお願いします。